古橋亨梧、2500万ポンドでプレミアに移籍へ。セルティックは今夏に古橋亨梧の売却を検討しており、プレミアリーグへの移籍が噂されているこの日本人フォワードの移籍金として少なくとも2500万ポンドを要求している。古橋プレミア来るんか？レスター来ないか？48億でも取る価値あるから頼むから取ってくれ。プレミアのどこか古橋もいい加減移籍の決断してくれ。逆にプレミアしか無理や。この金額で30のフォワードは古橋プレミアで見れたら嬉しいけど、果たしてこの値段で売れるんだろうか。2500万は高すぎないか？もっと安ければ買うクラブ絶対あるのに。去年の成績ならまだしも、もうイランでも昇格組のカウンターの方が活躍したりしそうとか思っちゃう。あるとしたら値下げされてブライトンとかかな。個人的にはパレスとかの中堅クラブ行ってほしい。25ミリオンポンドはどうかと思うけど、ハマればいい買い物になるクラブもあるんじゃね。代表呼ばれないからナショナル離脱はないし、1、2シーズン前だったらこの値段でも売れた。パレスデカまだ古橋ラインみたい。